録画になりました、はい、じゃあはい、では夜の私でございます。これ何、セカンドチャンネル的なやつじゃないですか。セカンドチャンネル、サブチャンね。サブちゃん、むしろめっちゃミュージックも NG だけど、完全に違う音楽かぶせるしかねえけど、はい、あ、未来の東京タワー撮ったぞ。カメラマン、え、まずズボン履いてないからさ反射した若干反射したちょっとあのモザイク処理でお願いします。じゃあちょっとお席に戻ります。はい、今だから言えるなんかない。何言えるの、何かって、何、包み隠さず全てを晒してるタイプだって。おいや、自分背中から見てて、いや、おい、YouTube、うん、おいの YouTube とおいって違う。なんか美肌フィルターがかかってる。顔の問題じゃねえ性格の問題の話の性格は一緒、喋り方、まあまあワントーンちょっと聞きやすいようには喋ってるけど、うん、でも別になんかあの口調とかは一緒だよ。でしょ、作ってる感じはないよね、うん、なんかもっと作ってほしい。なんでやねん、なんかガチガチになんか作ってほしい。なんでやあ、なんかですみたいな。なんとかなんとかなんとかみたいな、みたいなやつ。違う違う、違う、そういう系じゃない。あの清水愛理だけが清水、え、あの、え、パンティーパンティーラインパンティーラインパンティーライン、それそれそれ、あれ系でいてほしい。まあ、マコがもう湘南シーズクラインって言ってほしいもん。あれ面白いよね、あれすごい好き。いや、そもそもそういうキャラじゃないじゃん。いや、平成フラミンゴじゃないの、湘南新宿ラインなの。平成フラミンゴ、湘南新宿ラインなの。うん、そんなんでどうやって説明すんの。足が勝手に動いちゃう。足が動いちゃうってやればいいな。そう、やだよ、誰も見ねえわ。男性視聴率 100% になるからやめて。終わり？終わり。でもこうやってでもさ、友達と喋ってるあれはないから新鮮だと思うけど、なんかもっといつも通りな感じの。いつも通りじゃん。こんだけいつも通りじゃん。めっちゃ溜め合って喋ってたのさっきだって。うん、いつも溜まってっけどな。おめだちの方がなんならかしこまってたっていうやつの。じゃあもっと、だから方言で、いや、おめだちっていう、いや、なんでおめっていうのやって、なんでおめっておめじゃねえな、じゃあおめじゃなくて何ってなんない。おめじゃなくて何、じゃあおめじゃねえ、おめは、おめはじゃなくてなんだなやってなんね。違う、だ東京のがさ、都会の人たちがらしてみたらさ、おめってってさ、性格悪い人みたいな言い方じゃん、結局おめだぜ、おめ。うん、でもでも多分なんだろう、そのこっちでさ、会社員しててさ、うん、お前とかは言わないじゃん。あの人に対して内心は思ってるけどさ。内心は思ってるけど、うん、お前とか言わないけど、いや、なんとかさんさ、こうこうこうだよねって言いながら、おめえなんとかいいや、おめえどうにかせっちょまじょんねやろって思ってっちゃん。いや、言うてでもさ、うちらで言うおめはさ、なんていうの、普通にあなたはねっていうおめのおめもあるじゃん。あるね。でも、いや、おめやで、嫁はマジおめやって感じのおめの時もある。でもそのおめって多分標準語にないおめじゃん。あ、そうだね。なんかいいや、おめやおめやっていうのはなんか、いや、佐藤さんみたいな感じじゃない。佐藤さんみたいな。佐藤さんこうだからね、うん、こうしてねじゃなくてさ、佐藤さんみたいな、あなたさんみたいな。いや、この間言ったよねみたいな、そういうことがないように、でも誤解がないように、私はだからちゃんと YouTube ではそんなお口が悪くないようにしてますよっていう話。はいはい、まず例の起こせって、例の起きれ。じゃあこれで停止。